洗濯大好きの皆さん、こんにちは。今日は僕が使ってるこのアイリスオーヤマの、コンプレッサー式除湿機を紹介したいと思います。非常に役立ってますね。もう雨の日とか、すごくもう洗濯物が乾かない時は本当に重宝します。これがあるだけで全然違いますね。もっと早く買えばよかったな。どんな感じかっていうと、使う前にここからですね、これ水が溜まってます。これをちょっと捨てようかなと。よっこいしょ。こんな感じですね。で、あとはスイッチを入れて、はい。で、これでこう時間設定もできます。まあ8時間ぐらいでいいですかね。こう、40%、50%、60%連続使用っていうのはあるんですけど、これやったことないですね。いつも連続でやってます。で、こうお水がまたいっぱい溜まると、こう勝手に止まってくれる設定ですね。で、洗濯物こんな感じ。もうほんと湿ってて、今日雨なんですけどね、これがあるとほんと助かります。あと家がやっぱり山の中にあるんで湿気がすごいんですよね。なので、こう山に住むとこう除湿機は必須ですね。以上。今こう作動させてるんですけど、音は聞こえますかね。まあこんな感じ、そこまでうるさくないかなっていう感じですかね。まあ同じ部屋にあるとちょっとうるさく感じるかもしれないですね。この部屋はちょっと僕たちが普段寝てるところからちょっと離れた部屋なんで、全然気にならないですね。まあ電気代も安いって書いてますけど、コンプレッサー式がなんか安いみたいですね。確かにこれを使い始めてそこまで電気代が跳ね上がったっていう印象はないですね。6月梅雨時期によく使ったんですけど、そんなに電気代変わんなかったですね。500円とか1000円いかなかったかな。そんな変わんなかったです。山に住んでます。今このストーブですね、このコンプレッサー式の、除湿機ですね、使ってます。前回その動画撮って半年ぐらい経ったんでね、もう一回撮り直しました。夏の梅雨の時期は本当すごくね、すごく洗濯物ね、乾燥してくれて助かったんですけれども、だんだん気温が寒くなってくると、こう洗濯物が乾かなくなってきました。扇風機を当てたりとかしたりしたんですけど、いまいちちょっと乾きが弱いんですよね。梅雨の時期はかなり乾いたんで、なんでやろうなと思ったんですけど、ある程度その気温というか温度が高くないと乾かないみたいですね。なので今2月で一番寒い時期なんですけれども、雨の日はストーブ焚いてこれを同時に使ってます。そうするとよく乾きますね。まあぶっちゃけね、今ここにいる部屋4畳半ぐらいの狭い部屋なんですけど、これなくてもストーブだけでだいぶ乾くんですけど、やっぱりちょっと匂いが気になるんで、これをつけると、まあ匂いも洗濯物のね、臭い匂いもなく乾いてくれるので、やっぱりあるとすごい便利ですね。で、まあ電気代、まあ、コンプレッサー式がやっぱり電気代安いみたいで、アマゾンでいろいろ調べて買ったんですけれども、まあ梅雨
う時期はすごい使いまくりました。本当に体感で申し訳ないんですけれども、従来のうちにかかってる電気代の大体1000円いくかいかないかぐらいですかね、電気代が。そんな感じで、なんでやっぱりあるとすごい便利ですね。まあ今日はこんな感じです。まあ、あると1台あるとすごく便利かなと思いました。で、まあ裏からね、ちょっと溜まった水を出すみたいな感じですかね。箱型になって引き出せば出せます。まあ今日はこんな感じです。さよなら。